ちゃうこの大会はは危険だ。だ。君は帰るんだ違うの平八おじいちゃんだって過去のすれ違いさえなければあんな死に方しなかったと思う。私、時間を巻き戻すの時間なんて戻らない。平八は死んだ。今三島を操るのはもっと恐ろしい未知の何かなんだ私、絶対元に戻してみせる。ぜーんぶ何もかもごめんなさいち今はこうするしかなかった。でも待って。 で優勝すれば楽しかったあの頃に戻れる私